尾貫岩尾4月18日隊は、日本の声楽家、オペラ歌手、合唱指揮者、北海道小樽市出身。同志社大学進学部卒業後、大阪音楽大学卒業。同志社時代は、同志社グリーンクラブに所属し、ソリストとして一時代を築いた。音大在学中の1995年、マテキタミーの役に抜擢され、テオ・アダムと共演しデビュー。 この成功により、翌年、ケムニッツ史立歌劇場に昌平出演し、地元市より、好評を得る。文化庁オペラ研修所、第11期終了。1998年度文化庁派遣で、ミラノへ留学。帰国後数々のコンクールで優勝、入選し、2期会、新国立劇場を中心に活躍。鳴るみ、市川段十郎を演出。 コジファン・トゥテ、2007、2010年に機械、マテキ・タミーの役、2011年サド・ユタカプロデュース、コウモリ・アルフレード役などで喝采を浴びた。2013年から3年連続で2機械のオペレッタの主役や、2018年には東京2機械公演、マダン・ロイテ演出の主役マックスを務めるなど、新たな境地の開拓に挑戦し続けている。コンサートでも、 主要オケとの共演で高い評価を得ているほか、テレビラジオにもたびたび出演。2011,2013,2015年に、ウィーンオペラ部東海管弦楽団のニューイヤーコンサートのソリストとして舞台を飾った。2010年からは、毎年東京と大阪でリサイタルを開催し、好評を得ている。2013年天皇。 秋人、皇后道子隣席のチャリティーボールで演奏し、お言葉を受けたほか、フィレンツェではイタリア元首相夫妻主催のコンサートに、招かれた。合唱団の指導者としては、関西学院グリークラブ、慶応義塾、ワグネルソサイエティ男性合唱団、慶応義塾、ワグネルソサイエティオービー合唱団、立教大学グリークラブ男性、同志社グリークラブ、 厚生大学アカデミー合唱団、東京アカデミー合唱団、品野合唱団などのボイストレーナー、また、大阪外国語大学グリークラブ OB の指揮者として活躍している。二機会会員、二機会オペラ研修所講師、日本声楽アカデミー会員。小野が同志社グリークラブ在籍中、第38回東西4大学、合唱演奏会のステージリハーサルにおいて、 同志社グリーンクラブの福永洋一郎式、月光とピエロを客席で聞いた、畑中良介は、分かってるわよ。トップテナーに皇帝ペンギンみたいなすごいのがいるわねと言ったという。ペンギンのように指先を外側に開いて歌うのは当時の尾抜きの癖であった。この時すでに畑中は、尾抜きの力量を見抜いていた。主なものを掲載する。尾抜き岩尾、日本声楽科協会。 2020年1月28日へ閲覧。おぬきいわお。Amazon。2020年1月28日へ閲覧。ありがとうございます。